こんにちは、なんでも動画人、つっちゃです。さあさあ、お立ち合い、お立ち合い、お立ち合い。今日はとしろティーつっちゃ、食後のデザートにおすすめの、今おすすめのこれぞ一品というのをご紹介します。でん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 、こちらです。ローソンさんのうちカフェシリーズのほぼクリーム、ほぼほぼクリームのシュー。まあ皮などないっていうイメージですよね。ほぼほぼクリームのシュー、ほぼクリーム、ほぼクリーム、シュークリームですね。はい、どのぐらいシュークリームかというと、もう裏になんか説明一切書いてない、何も説明書いてない。ここにほとんどがクリーム、超薄皮、新食感と書いてあるだけ。私サムネ取らないといけない。あち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 な、サムネ取ろう。オーシャンゼリーゼ、街を歩く、心軽く、誰かに会える、この道で可愛い君に声をかけて、こんにちは僕と行きましょう、オーシャンゼリーゼ、オーシャンゼリーゼ、いつも何か素敵なことがあなたを待つよ、オーシャンゼリーゼ。じゃあほぼクリームいただきます。満足したんかい。今ので今の歌で満足したんかい。破ります。ほら、こんな、なんでしょうね、シュークリームでしょうけども、真ん中に穴が開いて、ここに入れたクリームを入れた跡があります。上から注入したんですね。下がね、私これもう一回食べたんですけど、下がサクサク、ちょっとサクッ、ちょっとだけサクッとしてます。ほぼクリーム なのに下がちょっとだけサクッとしてて、これがまたうまい。あ、いただきます。どんなことになるか見ててちょ。ほぼクリームだからね、うん、僕頼むで、ここで切れるのやめて、ここで、うん、自分が悪いんだけどね。はい。じゃあこれを食べるとどうなるか。じゃあほぼクリームいただきます。クリーム美味しい。うんとね、生クリームにね、牛乳をより足したような、うん、濃厚なクリームです。うん、うまっ、甘い、お茶飲む。甘いですよ。はむっとこっちから食べるとね、こっちからピュって出るくらいクリームなんですよ。クリームたっぷりなんですよ。まあまあでんがな。おいちい、おいちい、終わっちゃう。うめ、うめ。あのね、クリーム具合がね、なんだろう、カスタードでもな、カスタードでもないんだけど、何だろうな、あ、カスタードって書いてあるじゃん。ちょっとカスタード系なのかな。でも
カスタードクリームよりもなんか生クリームをよりミルキーにしたようなミルク感たっぷりのクリームです。そんな感じがいたします。どうもそんな感じがする渡辺陽一です。美味しいクリーム、ほぼクリーム、ごちそうさまでした。ほぼクリームですね。ほぼクリームはちょっと今品薄です。はい、なかなか手に入らんと思います。はい、今のところね、うん、やっぱりねここにねうちカフェって書いてあるこのうちカフェのマークの商品の生クリーム系、生クリームはめちゃくちゃうめえこれこれクリームがめちゃくちゃうめえんですよこれ。見つけたら速攻家族の分も買って皆さんで召し上がってみてください。超うめえよ、超うめえ、シュークリーム革命だねこれは、うん、この辺が余裕ですよね。そう、無糖のね、無糖の紅茶が僕は好きで、はい、今はホットで、生クリームなんでね、寒い季節だし、ホットの紅茶で油分を流しております。はい、ごちそうさまでした。猫ちゃんおった？じゃあ、とし色ティーちゃん、今日はローソンさんのほぼクリームという商品を食べてみたという動画でした。あなたもぜひ召し上がってみてください。なんでも動画人つっちゃんの動画は何でもやるから、いつかあなたの何かにヒットします。だからチャンネル登録をよろしくお願い申し上げます。チャンネル登録はしてやるぜっていう方はコメントお待ちしております。じゃあ今日は短い動画でしたが、お、今日存じます言ってないね。じゃあ、あなたのお口にもきっと合うと存じます。どうもご視聴ありがとうございます。うんま、うんま、のすのす。